こちらへお願いします。はい、どうも、はい、またご乗車ください。まあ、何人か乗ってたけどね。でやっぱこの辺は人民家とかも結構ね、こんな感じで割と集落が密集してるところだから、まあ降りる地元の人の普段使いも多かった、多いかな、多いっていうか、まあね、多少あるのかなっていう駅ですね。はい、のち駅ね。ここもそうか、ここももともと堆肥ができる、今使ってないホーム、ここに堆肥線があったんですね。だから各駅に大体こんな堆肥線があったんだよね、ホームがあってね。な感じね。こうなんかね、一応簡易委託の駅で今ね、タクシーのうんちゃんがいるんだよないます。で乗車券の販売とかを委託して販売してるらしいですよね、この駅はね。割と乗客多いんですよね、あの高校生とか朝方いっぱい乗ってきたから、利用客かなり多いんですよね。10人15人ぐらい乗ってきたような。でも駅自体は古いね、ね。いらっしゃるし、閉めちゃった、あれ置いててくださいか。バスとか、大切に使う。でもこれいい雰囲気出てるなね、未だにあのああいう電球だよね。何電球って、白熱電球かな。でここで切符は一応買うことができるそうですね。リモータクシーっていうのかな。すごいな、この辺ね。あ、今じゃ瀬能観光ね、はい、自販機もあるし、あ、もうすぐ横がバスとタクシーやってんのか。はい、ということで、のちって読めないですよね、これね。あ、ちょっと見えないよね。で拡大して、はい、難読駅だよね、これも。これね、今回の芸備線の駅巡り旅は一応この駅で終了。これ駅で一旦終わり。まだビンゴ落合から先の三好方面の駅で全然行ったことないですけども、まあ、いずれ機会があったら行きたいかなと思ってますけども、この赤字ローカル線は今後どうするかね、再構築協議会がまあ開かれ始めましたけども、どういう展開を見せるかというところはちょっと注目していきたいかなと思っております。で駅前はこんな感じ、そこ観光バス止まってんだよね。なんか柿あるよね、商業的な柿だよね。タクシーもそこ多く止まってるしね。そこ人ちゃんといるしね、職員ね、タクシーのうんちゃんとかいるしね。民家だけじゃなくて、こう商業的なのがあるとね、やっぱ活気を感じるよね。ここにはないのかな、金融機関とかね、商店とかね、理髪店とか散髪屋。あ、でもこの辺はシャッターにな、あ、この辺はもうクローズしちゃってるのかな。あ、そうなんだ、シャッターですね。そっか、本当じゃ、あの駅の真ん前のタクシー会社たちなのかな。向こうにガソスターあるから、そうか、人もいるし、ちゃんとあんまり遠く行けないよな。もうあと10分で列車また折り返しで戻ってきちゃうから。そういや自転車見なかったな。軽食喫茶イブもうこの辺も昭和だよね、完全にね。はい、
トイレ、あ、一応トイレだけ見とくか。自転、あ、あっちにあるやん。そこに自転車置き場ある。これどこだっけ？道後山にもあったよね。で、これはここが塗りつぶされてる。ちゃんとあれだね、手配解除しましょうなってるね。吉川ゆりちゃんってもうあれじゃなかったっけ、解決したんじゃなかったっけ、解決っていうかさ、違ったっけ。あれでも財産票が見当たらん。ちょっとトイレこんな感じ。おう、あ、でもここも和式、和式水洗かな、一応水洗かですね。改札こんな感じね、昔のね。この辺よりはよくありがちというかね。はい、で白熱電球かな。つくのかな、夜中はね。で、気になったのがこれなんですけども、なんだろうな、これなんで和歌山牧水の歌碑がここにあるのかがよくわからないんだよね。ちょっとネットで調べていても、和歌山牧水と合併前か鉄製町との関係がちょっとよくわからなかったんですよ。なんですかね、牧水生山川生山の親子3人の歌碑、徒歩30分。わからん、わからん。あとは駅舎の財産票探したんですけど、ちょっと見当たりませんでした。まあおそらく開業して当初からできた建物だと思いますね。よくこんなの使うよね。しかもタクシー会社の事務所が入ってるなんてね、こんな古いのよく使うよなって。はなんか 長く維持してほしいですよね。じゃあこの後は新見に戻ります。新見に戻って、まあ、しばらく、まあ、2、3時間ぐらい待機しなきゃいけないんですけど、久しぶりに、夜行のサンライズに乗って東京に帰りたいと思っております。ちょっと楽しみ。 E5 予約でちょっと検索しましたけど、あの瀬戸も出雲も満席らしいですね。まあ、今日土曜日だからっていうのもあるんでしょうけどね、盛況ですね。ネットとかでもね、知るようになっちゃったんでね、まあいいことじゃないですかね。長くサンライズも運行してくれると嬉しいと思ってます。